どうも小走りです。今日はですね、何もしたくないなと思ってる1日のルーティーンを紹介します。起きたらベッド横に置いてある水を飲んだり、永遠に携帯をいじったりします。で、何もしたくない日は基本1時間ぐらいはベッドに横になって起きる、寝るを繰り返して起きます。で、起きて一番最初にすることが歯磨き。この日すごい寝癖が。朝食を準備します。そしたら私の最近の救世食、ナッシュ。冷凍で届いて電子レンジで温めるだけで簡単に食べれちゃうという私の救世主です。急に最近気に入ってる部屋の一部を紹介。そんなこんなしてたら残り40秒。じゃん、朝は豚の生姜焼きを食べます。こんな簡単に栄養バランスのいい食事が取れちゃいます。いただきます。で、ゲーム実況を見ながら黙々と食べます。うまいって言ってます。おいしい。で、このナッシュが60種類以上のメニューから自分で好きなものを選べて、6食、8食、10食のプランの中から自分で好きなプランを選べます。私のおすすめはこの豚の生姜焼きと赤魚の旨煮っていうやつがおすすめです。ゲーム実況をひたすら見ながらキッチンでずっと食べてます。ごちそうさまでした。そしてシャワーから出たらスキンケアを始めます。スキンケアの時もゲーム実況を見ながらやってます。
そんなこんなで19時54分、そう、夕ご飯です。そしてまた夕ご飯はこちら、ナッシュ。今回は赤魚の旨煮を食べます。なんとナッシュが買えば買うほど永久割引が適用されて、80食購入すると永久に1食あたり499円というワンコインで購入ができちゃいます。時刻は20時15分夜。じゃーん、美味しそう、美味しそう。私はね、この豆腐がすごく好きです。あとこのガーリックマッシュポテト、いただきます。またゲーム実況を見ながら食べます。夜はとにかくゆっくり好きな実況者さんを見ながらご飯を食べてます。キッチンでもうね、最近こういう時間がとにかく至福の時間で、おうちご飯の時はもうずっとこんな感じです。ごちそうさまでした。で、夕飯が終わったかと思いきや、デザート、これもナッシュのロールケーキなんですけど、糖質 4.7g という優しさ。サイジュースと一緒に食べます。うまい。もう本当に食べるときずっとゲーム実況見てますね。食べてゲーム見てるシーンしかほぼ映ってないのではっていうくらい見てます。ごちそうさまです。時刻は21時半。ゲームを始めます。最近ね、本当にとあるゲームにハマってて、ちょっとした時間にやってます。お、ゲームで勝って喜んでます。夜中に。で、時刻はついに23時。なんと何もしない日のはずなのに撮影をやり始めました。こんな感じでね、撮
影風景はね、ちょっと遠目から撮るとこんな感じです。で、締めに入ってます。チャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイってやってます。そしてなんと4時半1日を過ぎました。メイクを落としていくよ。本当に最近はね、こんな生活リズムで本当に直さなきゃなって思いつつね、直せてない状況です。顔洗ってスキンケアして寝る準備をしてます。今回は私の何もしたくない日のルーティンを紹介しました。いかがだったでしょうか。そして今回紹介したナッシュの URL が概要欄にあるので、気になる方は見てみてください。本当に本当におすすめです。時刻は5時半、寝ます。では、今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方は、チャンネル登録と高評価お願いいたします。では、バイバイ。